料理研究家を始めたきっかけを歌手を目指して日本で活動しながら、僕が2010年代のね、この、僕は当時はビンという名前で活動してて、僕が制作したアルバムなんですよ。曲を書いてて、僕は自分の作詞作曲のアルバム、これを渡して活動してて、その時も結構ファンはある程度いたんですけどね。でもその時は結構今より12年前ですから、その時はもうメールでライブがいつですとかね、その時代だったから、今だったら LINE とかで簡単にインスタグラムとかでライブ情報を教えるんですけど、その時はメールだったので、その時の皆さん元気にしてるかな。このアルバムを活動しながらファンがちょっと増えてくる時に、ちょっと軍隊の問題があって、軍隊も2年行ってきて、でも事務所から、日本の事務所からもちょっと一緒にやりたいオファーが来て、その時事務所からビザをもらって日本に来たんですよね。その時2015年ぐらいかな。その時に事務所にいるアイドルとかもボイトレしながら、音楽プロデュースもしながら、でも曲もいろいろ提供してもらったんですけど、結局日本の作曲家とかで曲もらったり話してもやっぱり自分で気に入ってなくて、僕がやろうとしてる音楽はR&B とかソウルっていう、そういうポップスなジャンルなんですけど、日本の作曲家と一緒にやると、なんか譜面通りで歌わないといけないとか、ちょっと自分でやりたい方向と近かったので、結局事務所、日本の事務所を辞めて韓国に戻っちゃったんですね。本当は日本では活動はもう終わりかなと思って、もう辞めた方がいいかなと思って、もう韓国に帰ったんですけど、偶然ちょっと僕の妻との出会いも詳しく今度言うんですけど、妻に出会い、それでちょっと日本と韓国での遠距離をしてて、その時はコロナの前なんですよね。それでたまに行ってきたり会ったりしたんですけど、そうやって行ってきたりするより、俺も日本が好きだし、日本でもちょっとやりたいこともあるしとか思って、日本に暮らしそうと話したんですね。それで東京がいいか、妻は名古屋が地元なので、どこがいいか悩んでる時に、昔だったら東京で住みたいって思ってたかもしれないんですけど、結局ちょっと落ち着いて、ちょっとゆっくり、ちょっと田舎ではあるけど、田舎の生活もちょっとしてみたかったので、名古屋に暮らし始めたんですね。何をやろうかなって話した時に、歌手活動か、でも結局安定したその生活が必要なので、飲食店はどうかっていう話になったんですよ。でもともと日本で歌手活動した時は、昼は飲食店で厨房で働いたので、料理することは好きだし、料理も少し自信があったので、ちょっと飲食店を日本で名古屋でねやろうかなっていう話をしてて、もう準備まで店舗も探して、その時にYouTube チャンネルもちょっと開いて、料理に関してることもちょっと皆さんに配信したらどうかなって思って、その時にココ TV を始めたんですよ。それで飲食店も店舗も探して、もう契約しようかなって考えた時に、もうコロナが来たんですよ。飲食店はコロナが落ち着いてからやろうって話になって、コンコン TV を続けてきたんですね。その間音楽をちょっと続けてなかった理由は、一応2017年頃から本当は韓国で曲を、またアルバム出そうと思って曲を作ってね、僕の人生では最後の音楽かもしれないと思って、自信持って、本当にオーケストラとか生演奏とかね、有名なセッションマンとアルバムを作って出そうとした時に、またちょっと辛いことなんですけど、ちょっと詐欺とかがいろいろ、個人的にいろいろ問題があって、アルバムを出せなかったんですよ。それで結局今までの流れに来たんですよね。その時からもう裁判をやったんですけど、なんかコロナで遅くなってるって言ってるんだけど、遅すぎてね。でもやっと今年詐欺師はね、有罪判決をもらって、また民事は残ってるんですけど、でも自分の中ではこの曲をいつ出したらいいかなって思ってる、悩んでる時に、もうそろそろかなと思って、今回韓国行ってレコーディングしてきて、この動画がアップされると日ぐらいかな、新曲のリンクは説明欄に書いておきますので、皆さんチェックしてくださいね。実はまたこれは違う話なんですけど、健康診断をこの前受けたんですけど、甲状腺の乳頭がんが見つかったんですよ。手術はもう そこまで1センチぐらいなので、すぐ
やらなくてはいいけど、まあ、来年ぐらいはやってほしいって言ってるんですが、結局あの手術すると声も変わったりするんですよ。もちろん変わらない場合もあるんですけど、まあ、リハビリの時間も1年かかるし、あののアーティストでもニュートガン手術してから高い声が出ない歌手もいたので、僕もこれからちょっと音楽活動ちょっと本気でやろうかなと思ってる時に、あの僕もあの先月したからね、先月2ヶ月前か、それはちょっと今悩んでるところなんですが、今活動しながらちょっとタイミングを見て、もしかしたらこれから出す新曲とかこれから出す曲がヒットするかもしれないし、もし音楽番組で呼ばれたら歌えなかったら大変じゃないですか。そういうあの本当に勢いでこの今回の音楽活動をちょっと本気で頑張りたいので、もちろんこのコンコティメチャンネルはあの僕の Vlog と料理、美味しい料理レシピを皆さんに紹介する生活に役に立つそのチャンネルにしていきたいので、これからもよろしくお願いします。僕はすごくポジティブな人間なんですよ。まあ、もちろん僕より辛い人はもうたくさんいるし、もう僕はそこ辛いと思わない。ただもう一応詐欺のことはまあ金額は言えないんですけど、そう取る金額なんですけど、その金、まあ、詐欺のことは僕の人生についてあのその教育費だと思って、これからもう僕もあのビジネスことを考えているので、いつかはでもその金額よりこれからあの契約するときは気をつけろという意味でちょっと勉強になったということで、あとそのがんのことも分かって生活もあの見直すきっかけにもなったので、すごくあのポジティブに考えているんですよ。もちろん家族の支えもあったし、あのコンコ TV のチャンネル登録者の皆さんからの応援とかもすごく支えになったので、本当にあのこれからもこのコンコ TV チャンネルと音楽活動頑張っていきますので、応援よろしくお願いしますね。もちろんあの質問がある方はコメントしてくださったら返事しますので、ぜひよろしくお願いしますね。それでは次の動画も楽しんでくださいね。止まんないよ、コンコン。